起きたか。もう朝食の時間が始まってるんだぞ。早く行こう。そういやお前、昨日の夜どこか出かけてたのか？トイレに起きたらいなかったんだぞ。頭に角が生えた変なやつか。名前は？じゃあ角太郎なんてどうだ？角太郎も学園の生徒ならそのうちひょっこり会うかもな。そしたら俺様にも紹介してくれや。角が生えた人間なんて見たことねえんだぞ。おはおは、監督生ちゃん。君、少し体が曲がっているよ。ルールの乱れは衣服の乱れからだ。監督生がそれでは寮生に示しがつかない。と言っても君の寮の寮生は一匹だけだけどね。これでよし。エースとデュースは一緒じゃねえのか？彼らはハートの女王の法律第249条にのっとってピンクの服でフラミンゴの餌やり当番中だ。ところで昨晩また一人怪我人が出たらしい。本当か？目撃していた肖像画君の情報によると怪我をしたのはスカラビア寮の2年生ジャミル・バイパー君。調理室で事故にあったらしい。今なら朝食の時間だし、大食堂にいるかもしれない。行ってみよう。